時間ないからどいて。うん、楽しかったよ。ううん、何も見つからないよ。一人で行き過ぎだよ。一人で行き過ぎだよ。うん、楽しかったよ。時間ないからど。なんかソウルジャンクだって言ってるでしょ。違うの、チーは猫なの。大丈夫、チーはいい子だから。悪いことしないようにちゃんと面倒見るの。ソウルジャンクだ、すごい数だ。みんな逃げて。主人に会えると思うの。早く逃げて。
ここはどこ？他の人たちは？とりあえず前に行ってみよう。私たちの後ろで民間人がソウルジャンクから攻撃されています。何？避難勧告を聞かなかったのか。私たちが助けに行きます。いや、ちょっと待て。どうやら我々が出る必要はなさそうだな。あの子は一体？ヘイ、何があっても絶対に諦めてはならん。ねえ、聞こえる？うん、すぐそばで話してるみたい。よし、すぐ慣れたようだね。一旦このオペレーティングシステムでカインの居場所を案内するわ。でもカインはもう手がつけられないほど成長したソウルジャンクよ。ヘイ、また肉か。やはりここは食べ物が多くていいな。あれはカインよ。ソウルジャンクなのに人間並みの知能を持ってるから覚醒体って呼ばれてるわ。さあ、もがいて死ぬ。恐怖に震える顔を見ながら食ってやる。汚いソウルジャンクのくせに。何か言ったのか？言いにくいから死んで。餌のくせに愉快なやつだな。どいて。いいぞ。どうしたの？チーを食べるんじゃなかったの？ありえない。こんなチビがどうやって。状況はどうだ？待っていては問題ありません。むしろ圧倒しています。あれば予想通りだ。あの子がソウルワーカーということですね。今まで噂でしか聞いたことないですが、本当にすごいですね。中佐、状況終了です。カインを討伐しました。うん。あの汚い奴は殺したよ。もう帰るね。ご苦労。まずは我々と共に都市に戻ってから詳しい話をした方が良さそうだ。Thank you.
何があっても絶対に諦めてはならん。やさよです。よろしくお願いします。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦編の仕事ね。純スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました？キャサリンです。よろしくお願いします。何があっても絶対に諦めてはならん。私がイメージした状況を、それが作戦兵の仕事よ。少し話す余裕はあるかね。君に紹介したい人がいるんだが。今はちょっと忙しいけど。いいよ、聞いてるから。我々スタリーフォレストで特別にソウルワーカーを支援するために配属されたオペレーターで、名前はクロエだ。これから君が戦うために大きな力になってくれるだろうから、少し話してみるといい。はじめまして、クロエと言います。はじめまして、チーアルエルって呼んでね。はい、わかりました。少し緊張しているな。ソウルワーカーを担当するのは初めてではないと聞いたが、緊張しているのか？はい、ソウルワーカーと会うのは久しぶりなので緊張しています。それとかなりびっくりして、朝出勤した途端ソウルワーカーが現れたと聞いてどれだけ驚いたか。その気持ちは理解できる。こうやって新しいソウルワーカーが現れたのも久しぶりだからな。しかしこれからはオペレーターとして状況をよく把握し、ソウルワーカーの力になれるようにしっかりしなさい。はい、わかりました。それとソウルワーカーさんもよろしくお願いします。ソウルワーカー、作戦は問題なく進んでいるか？はい、むしろ強すぎて私がいなくてもいいくらいです。お役に立てなくてごめんなさい。の紹介が目的だったからそこまで気負わなくてもいい。でも何か私にできることはないでしょうか？やってくれたら楽しいかも。それはその、オペレーターをそのようなことに使うのはな。準備。
この辺に覚醒体の反応はもうありません。うん、じゃあ帰るね。はい、あとこれからもよろしくお願い。何があっても絶対に諦めてはならん。何があっても絶対に諦めてはならん。ネットカンパニーこそ最高の企業だ。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。純スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました？何があっても絶対に諦めてはならん。私の願いはただ一つ。